MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーン、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はこんな感じで、今日は、はい、はい、はい、喋りたいことありますか。待って、見切りました。見切りました。ネタあるって言ったのに。あるといえばある。あるといえばある。ないといえばない。そうになる。あるんだね、じゃあ。よかった、よかった。みんな、翡翠さんの話を聞きたかったんだね。いやいやいや。なんか、逆にあるんですか。はい、先日、はい、僕、翡翠ラボっていうね、はい、その、まあ、まさくも来てくれて、ありがたいことに来てくれてるラボっていうのをやってて、加藤正樹先生っていう、その、神話の研究家の方がね、1回目講座してくれたんだけど、仕事と労働の違いを言ってくれたときに、これみんな知る必要があるんだ。確かにね。そう、同じような意味だけど、実はね。労働を英語で言うと、うん、レイバー、うん、で仕事はその、はい、労働はレイバーで、はい、仕事はワーク、うん、この違いが何か、うん、っていうことですね、うん、大事でしたよね、うん、同じような意味でも。そっか、これ、はい、まさかにクイズ出そうと思って受講してくれた、受講してるから熱心に受講しましたから。でも、もちろん覚えてる、うん、覚えてますね。覚えてますね。覚えてますね。覚えてないでほしかったな。加藤先生、がっかりさせてあげてほしかったな。めっちゃ覚えてますよ、そんな。あ、でもまあ、これが分かったら、うん、確かに。で、レイバーは、はい、加藤先生曰くね、うん、いわゆる罰だよ。うん、罰。うんうん、その、楽園の、その、はいはい、だっけ。アダムとイブが、うんうん、その絶対に食べちゃいけないよって言われたリンゴを食べちゃって、うん、与えられた罰で労働が生まれた、うんうんね、だから元々が罰なんですよね、うん、そう、だから労働というのは、うん、元々の由来は罰、うん、罰ゲーム、罰だったんですよ、はい、でその、うん、じゃあ仕事と労働って何が違うのかっていうと、うん、何のためにやってるのかが分かったら、うん、それは仕事になる。レイバーじゃなくて仕事になるっていうね。うん、そうですよ。ことに使える方法ですね、うん。それ自体が志でもあると言ってましたもんね。うんうん、確かに。仕事っていうのは、うん、そのことに使えることで、うん、要は、志に使えることが仕事っていう感じのね。ね、意味だっていう、うん。何のためにしてるのか。うん、その何のために働いてるのかって見えたら、うん、労働から仕事になる、うん、そこに主体性もありますもんね、うん、自分がこれをやるんだっていうお役割を生きるとか、あれ深かったですね、うんうん、確かにそういう意味では、うん、俺は、うん、これ聞いた時に、はい、自分の素晴らしさに感動したんだ。さすがですね。どういう素晴らしさ。俺、はい、最初、はいはい、再入社した会社、はい、通販会社の営業マンだったから、うん、人見知りで赤面症だったから、当時は。はいはい。もう、すっごい大嫌いだったの、仕事が。うん、なるほど。まあ、営業ですもんね、しかも、うん。一番やりたくない仕事に配属されちゃったから、うん、人見知りの俺が営業に行くっていうのは、はいはい、売れないし、すっごい、うん、仕事そのものは大嫌いだった。なるほどね。じゃあ、俺は、はい、社会人としてレイバーだったかっていうと、うん、やっぱり仕事だったわけ。なるほどね。大嫌いだったけど、大嫌いな仕事だったけど、うん、あ、大嫌いなことをやってたけど、うん、俺にとってそれはレイバーじゃなくて仕事だった、うんうん、志元だったんですね、うん、はい、ことを、はい、それは、はい、俺社長が大好き、こんなダメな自分をすぐに採用してくれた社長が大好きだったから、うん、社長が喜ばれることをしたいと。なるほどね、うん、なるほど、何のために働くかっていうのがめっちゃ明確にあった。そっか、誰かを社長を喜ばせたい。社長を喜ばせたい。明確ですね。社長が喜んでくれる社員だみたいな。うん、あ、それはいいですね。確かに。それは、やる、なんか、モチベーションにもなりますしね。うん、なるほど。だから、はい、決算期で2000万足りないとかあったんだけど、うんうん、その、もう一生懸命、俺営業した。あ、もう苦手だろうと。やらされてるんじゃなくて、うん、なるほど、社長喜ばせたいから。そうか、社長困ってるから、うん、もう社長を喜ばせたくて。なるほど。で、思い出深いのが、うん、もう2000万足りないから、はいはい、どうしよう、もう残り1日しかない。マジっすか。どうしようっていう時に、はい、講演してる、はい、成功哲学を講演してるお客さんがたまたまいて、はいはい、人生に不可能はないって言ってたから、はいはい、うちの商品を2000万円分買ってもらおうと思って、お、不可能はないってはい、言ってたから、はい、
当時の俺まだ24、5だから真っ直ぐです、ね、めっちゃ真っ直ぐだから、はい、もう本当にその通り、はい、文字面通り受け取ってあの人はなら買ってくれると思って、はいね、2000万分買ってくださいって、はいはい、不可能ないって聞いて感動したんで、すげえ純粋買ってくださいって純粋で言ったのね、はいはい、そして戻ってきたら、はい、その社長が笑顔で、はい、お前あの社長に何て言ったって笑顔で聞かれて、はい、いやこれこれこう頼んできましたって言ったら笑って、はいはい、いやあの社長かな電話かかってきて、はい、お前を担当から外してくれ、電話があったんだけどお前そんなことお願いに言ってたのかって ありがとなって言って社長が俺言ってくれて、ただ一応あの社長はなんか担当変えてくれって言って電話来たから、はい、一応代わりのな、ものを誰々を代わりに担当させるけど、はい、その気持ちすごい嬉しかったよって言ってくれて、めっちゃお父さんみたいな、すごい深い愛ですねそうそうそう、社長素敵ですね、そうそう、だからそれ惚れますね人に、うん、だから俺はね、はい、あ俺最初からし労働じゃなくて仕事、大嫌いな仕事だけど俺にとっては仕事だったんだ、大好きな人尊敬する人のためにって思えたら、何のために働くかはもう明確にあった、そうですね、大嫌いだったけど仕事、そうですやってることやる仕事やってること大嫌いだった、でも何のためにっていうのは社長が喜ばれる社員、うん、だから最終的に見出したのは、うん、その口で説明しても全然売れないからもう書いて伝えるしかないと思って、なるほど、もう広告をめっちゃ手書きで書き写して、うん、独学で書き方学んで、はいはい、ファックスして営業するスタイルにしたら、うん、ファックスを送って興味があるっていう会社だけに営業に行くようにしたら話しやすいですよね、売れるようになって、で結局その、うん、書くことが大好きになって、でそれで作家になっていくから面白いですね、まあ、本当にその、うん、志があるっていうかね、なるほど、何のために働いてるかっていうのは、うん、すごい、罰っていうのは人にやらされてる、うんうん、確かにそうですね、で何のためにっていうのは、うん、その自分の自らの動機とリンクしてくる、うん、そうですね、それは天と地ほど、確かに同じことでもね違う、うん、あそれはもう、じゃあ水産の作家になる原点のさらに奥には社長の大好きだったっていう思いが導いてくれたんですね、全然ダメだったのに、うん、俺のことを見てすぐ採用してくれた、なんか感動ですね、あやっぱり誰かの喋れない俺を採用してくれた、すごいですね、すごいですね、それなんか喋れない俺の営業にしたのはどうかなと思うんだけどでも結果的にね天の采配のような導きでしたね、誰かのためにこの人を喜ばせたいってその一点でも開いていくんですね、うん、だから何の才能もなかった俺を信頼してくれた社長が俺を育てたとも言えるよね、そうですね、うん、しかもそのいわゆる社長から外してくれという大きなミスのように見えることも、うん、ありがとうなって言ってくれる器の大きさとかも素敵ですね、社長の、うんとそのね、うん、不可能はないって言ってた社長さんの器の小ささが目立つ、どっちかね対比しちゃうとね、まあ、まあ普通っちゃ普通だけど不可能はないって言っても純粋ですね、まっすぐすぎるわ、それはまっすぐだった、いやでもいいですね、20代ならではの、ほんとまっすぐ20代だからできるわけですね、うん、ストレートしかないでもいいですね、そんぐらいのなんか直球度って今に繋がってますね、そうだね、だ、うん、から素敵ですね、うん、そうだね、誰かのためにってたった一人いれば道は開けるんですね、そう、突破口どんなことも乗り越えられる、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけでね、はい、MG コタロとエールマサの笑う角にはグリーン、リンス、ありがとうございました、 MG がいかに素敵な自分の話になっちゃった社長も、ね、素敵ですというかね、お互いありがとうございました